ATS は GM が製造し、キャデラックブランドで販売されていた自動車である。CTS の下に位置する車種として開発され、2012年のデトロイトショーで発表。その後、同年8月より北米市場で発売を開始。追って欧州市場や日本並びに中国市場でも発売が開始された。日本市場では2013年3月2日に発売された。 日本使用者には2.0リットルの 6AT 車のみが設定される。2013年には北米カーオブザイヤーを受賞している。シグマアーキテクチャと呼ばれるシグマ2プラットフォームよりもさらに軽量、コンパクトを目指して開発されたアルファアーキテクチャと呼ばれる新開発の FR 専用となるアルファプラットフォームを採用し、前後重量配分50、50を実現している。 サスペンションは、リアは CTS と同じマルチリンク式だが、フロントはよりコンパクトな新開発のストラット式を採用している。エンジンは、エコテックと呼ばれる時 4.2L 直噴 DOHC ターボと時価4 2 l 直噴 DOHC の2種、そして LFX と呼ばれる V6.36L 直噴 DOHC が用意され、全エンジンに 可変バルブ機構が備わる。トランスミッションについては、すべて 6AT が基本だが、2.0リットルのみ、オプションで 6MT も選べる。また、全車にランフラットタイヤを装備するとともに、グレードによりブレンボ製のブレーキシステムも装備される。ボディには高張力鋼を多用することで大幅な軽量化を実現。D セグメントにおいて、軽量な部類に入る。 インテリアの最大の特徴として SRX で先行発表された Q が予想はある。これはオーディオやエアコンなどの操作をモニターを介してスマートフォンのように操作できるシステムであり、加えて Q の場合は決定時に警備な振動を与えることでよりわかりやすくしている。ありがとうございます。